毎度、徹子です。現代自動車の役員12人が、アップルカーの協議中止が報じられる前に、自社の株式を売却したとして、インサイダー取引の疑惑が浮上しています。韓国金融当局が、捜査のメスを入れるかが注目を集めています。ニュースの詳細。金融当局が、アップルとの自立走行電気車開発協議及び中断のニュースが伝えられる過程で、自社の株式を売った現代自動車グループの役員を調査するかどうか注目されている。当局は現在進行中の韓国取引所のモニタリングと今後の審理で疑わしい点が補足されたり、その他不公正取引を疑うだけの手がかりがつかめれば調査に着手する計画だ。ただし現在までに明らかになった状況だけでは未公開情報の利用取引等の不公正取引と判断するのは難しいという分析が多い。14日、金融界によると、取引所は、重要工事前に行われた現代車グループの役員や、従業員の株式売買行動をモニタリングしている。アップルとの協力説で株価が上昇した先月8日以降、現代車の役員12人が株式を売却したことが明らかになり、一部では、彼らが未公開情報などを利用したのではないかという疑惑が持ち上がったためとみられる。彼らが処分した株式は、優先株を含む3402株、処分額は8億3000万ウォンだった。とのことです。あかん。アップルが開発中の自立走行可能な自動車を現代自動車グループが生産するという話は、どうなるかわからないという状態に戻ってしまいました。秘密保持契約、NDA を締結しているはずなので、情報を漏らした現代自動車グループは、賠償金を請求されてもおかしくない状況です。だから、アップルが、どれぐらいの賠償金を請求するかに注目が集まっていたのですが、それよりも、やばい話が波紋を広げています。それは、インサイダー取引の疑惑です。アップルカーの情報を利用して、現代自動車の関連株式を高値で売り抜けたのではないかと、韓国金融当局が調査に乗り出そうとしているんです。ほんで、現代自動車は、先月8日に、アップルカー関連の報道が出ると、多数の企業から、自立走行電気車関連の共同開発協力要請を受けているが、初期の段階で決定されたことはないと発表。その後、キア自動車が、アップルカーの生産を引き受けるだろうという後続報道が相次ぎ、関連株価は軒並み値上がりしています。そして、今月8日に、協議中止のニュースが伝わると、値上がりした株式を売却したという流れです。インサイダー取引疑惑は、取引所が、まず、不正取引の有無をモニタリングし、法違反の余地があるかどうかを審理します。不正の疑いがあると判断されれば、金融委員会資本市場調査団や金融監督院が調査を引き継ぎます。そして、検察に告発するという手順みたいです。現状では、売買資料を保有している取引所が不正取引を分析しているので、金融当局は、現代車グループの役員の株式売買について、取引所からの報告を待っているって状況みたいです。金融当局の動きに対して、韓国の金融業界は、不正取引の疑いがあるとされる役員たちの株式売却時期が公示直前に集中せず、複数の時期に分散しているから、インサイダー取引にはならないんじゃないか、という声が多いみたいです。いずれにしても、この問題を放置すれば、アップルカーで上昇した株を高値で掴まされて、損害を出している個人投資家たちが何をしでかすかわかりません。今後の続報が楽しみですね。こちらが韓国の反応です。情報をマスコミに流したのも内部の職員でしょう。現代社の役員や従業員らの口座を全て凍結しなければなりません。自白するのは、初めて報道を出した記者の方だ。どんなソースで、そんな怪しい単独報道をしたのかを打ち明ければ、簡単に出てくるものをなぜ難しくするのか。株価が値上がりしたので、この程度の売却はするはずです。携帯電話を押収すれば、いろいろ情報が出てくるはずだ。役員は、給料をたくさんもらえるのに、なぜ株式を売却しなければならなかったのか。当然調査が必要だ。アップルカー協力説は、株価操作のための現代社社員らの故意的デマだった可能性もある。最初から決まってないって言ってたけど、自分たちだけで勝手に妄想して株を買った。今になって損失が出たから、現代が、
内部情報で不当利益を得たと主張する。疑いがあれば調査をしよう。役員ならアップルカー交渉関連の内部情報に接することも容易なので、いつがピークということを必ず知っていたのだろう。最後まで見てくれてありがとうございます。